こんにちは、ゼロアートのりょうです。この動画ではボッティチェリの解説動画の本編で紹介できなかったけど紹介したい傑作や彼のちょっとしたエピソードなんかをゆるーくご紹介していきます。このゆるめの動画には推測や個人の感想なども多めに含まれますのでご了承いただければと思います。さて、まずは本編ではご紹介できなかった彼の傑作のいくつかを独断と偏見でゆるく紹介していきたいと思います。まずはユディとの帰還です。この作品はデビュー作の豪気擬人像を描いた後くらいのまだ若手の時期のものです。ユディとについてはカラバッチョやクリムトの動画でも登場しましたので、ユディトって誰なのっていう話はそちらでぜひご覧いただければと思います。このユディトのおなじみの場面といえば、ホロフェルネスの首を切り落とす前後のちょっとグロテスクで緊張感のあるシーンをよく目にするかと思います。カラバッチョの動画で紹介したこのユディトなんかがやっぱり有名ですよね。カラバッチョに倣って描かれたジェンティレスキの絵画もこんな感じです。あとはクリムトのユディトはグロテスクさはだいぶ薄れて生めかしさが漂ってます。で、もう一度このボッティチェリの作品に戻るんですが、明らかに違う、とても清々しい空気感で描かれていますよね。召使いが頭の上に首を乗せているのと、ユディトの顔も少し物憂げな雰囲気ではあるんですが、全体としてはグロテスクとはむしろ逆の爽やかさが感じられる作品なんじゃないかと思います。左手に持っているのはボッティチェリ解説本編の後編にも登場したオリーブの枝です。これは平和を象徴して描かれているモチーフです。実はこの作品は対になっていまして、もう一方がこちらの作品ホロフェルネスの意外の発見です。ああ、なるほど、こっちにグロテスク感や緊張感、困惑みたいな負の感情を全部寄せたんだっていうふうに私は理解しました。こちらはうっとなって詰まるような空気感ですが、ユディとの期間は対照的に爽やかで開放的な空気感を感じます。この対比も含めて見事な2作品だと思います。そして次の作品は聖セバスティアヌスです。これもユディとの期間と同じ頃に描いています。聖セバスティアヌスは3世紀末頃の聖人です。キリスト教の迫害で大量の弓矢でいられたんですが、なんと9章すべて外れてて死なず、その後なんとか蘇生した後に棍棒で撲殺されたっていうようなエピソードを持っています。この降りかかってくる弓矢が疫病のイメージと結びついて、彼は疫病の守護聖人、その中でも特にペストの守護聖人としてこの時代によく描かれたモチーフでした。同じルネッサンスの画家マンテーニャと同じモチーフの作品を比べてみます。まずマンテーニャのセバスティアヌスが浮かべるこの苦痛の表情の見事さ、目をひんむくっていうのはまさにこのことっていうような表現で、見ているこちらにも痛さが伝わってくるような作品ですね。それに対してボッティチェリのセバスティアヌスはこの表情です。何も刺さってないかのような表情にも見えますし、ちょっと物憂げな感じも感じ取れます。姿勢についても痛さにもだえるっていうようなポーズではなくて、スタイリッシュさみたいなものも感じないでしょうか。この聖セバスティアヌスは肉体美の表現のモチーフとしてもよく用いられたらしく、ポージングも少しセクシーだったりスタイリッシュなものがあります。同じスタイリッシュで無表情系のペルジーノだったりメッシーナのセバスティアヌスと並べると、ファッション雑誌を見てるかのような錯覚にも陥りますね。ボッティチェリらしい優美なセバスティアヌスっていう印象の作品です。そしてこの作品はマニフィカとの聖母です。この円形の形式はトンド形式の作品というふうに言われています。このトンドというのはイタリア語の円という意味の単語から来ています。トンドは教会などに飾られるものというよりは裕福な個人の邸宅なんかに飾られるものだったようです。なのでこの作品もそういった個人からの注文ではないかというふうに言われているようです。そしてマニフィカトというのはマリアが神を称えた歌のことです。マリアが受胎告知を受けた後に洗礼者ヨハネの母エリザベートを訪ねるんですが、そこで受胎告知を受けたことを神に感謝して歌った歌っていうふうに言われています。この画面の左下で開かれている本にこの歌が書かれていることからマニフィカトの聖母っていうふうに呼ばれている作品です。このイエスとマリアは左手でザクロを持っています。このザクロの解釈にも複数の解釈があるようですが、赤い色が血を表していて種が多いのが苦痛の多さを表しているため、
キリストの受難の象徴だっていうふうに考える説もありますし、種が死んでもそこから芽吹くということで復活だったり不死の象徴だっていうふうにする説もあるようです。個人的にこの絵画はこの額縁とセットで好きな絵画です。ボッティチェリはこのマニフィカトの聖母以外にも複数の聖母子像やトンド画を描いているんですが、このザクロの聖母も絵画自体ももちろん素晴らしいんですが、額縁とのセットが見事な作品です。金を贅沢に使って聖母マリアの物憂げな表情なんかもすごくボッティチェリらしい作品だなというふうに思います。ちなみにこのザクロの聖母に描かれているマリアはヴィーナスの誕生のヴィーナスととても顔が似ていて、同じイメージを使い回しているなんていう指摘もあります。そしてこの作品はパラスとケンタウロスです。これはボッティチェリがローマで壁画制作をして帰ってきた後に描いた作品です。この女性は学問の女神パラスで、髪の毛をつかまれているのが半人半獣、つまり上半身が人間で下半身が馬のケンタウロスです。この作品も本編で少しだけ触れた新プラトン主義という思想の影響がよく語られる作品です。このパラスとケンタウロスの対比で理性と本能、謙遜と傲慢、純潔と陰頭というような対比が描かれているというふうに言われています。またパラスの服に描かれている指輪を組み合わせた模様はメディチ家の紋章の一つだそうです。このように明確にメディチ家とのつながりを表している作品で、また同時にボッティチェリがメディチ家と関わった最後の作品というふうに言われているようです。この作品も個人的に大好きなんですが、正直ちょっとギョッとしませんか？ボッティチェリの作品というと優雅で華麗な作品っていうイメージなんですけれども、そういったタッチで凛々しくて美しい女性が半人半獣のおじさんの髪の毛を掴んでいる姿は個人的には少し衝撃的でしたね。あとパラスの目の焦点がケンタウロスに全然合っていないっていうのも結構怖さを感じて好きです。さて続いてはボッティチェリ自身にフォーカスを当ててみます。ボッティチェリってどんな人だと思いますか？前世紀のあの優美で華麗な作品の通り、品が良くて理性的な人だと私は勝手に思ってました。この自画像もなんか勝手にそんなイメージで見てましたね。本編ではほとんど触れてなかったんですが、個人的にはかなり意外で驚きだったのでこちらも紹介したいと思います。でそんな彼の性格を表すエピソードは後編の最後の方でも出てきたジョルジュ・バザーリという人が書いた芸術家列伝という文章に載っています。ちょっと脱線しちゃうんですが、このバザーリっていう人はルネッサンスの巨人ミケランジェロの弟子です。でバザーリ自身も画家であり建築家なんですが、実は彼は歴史上初の美術史家とも言われている人なんですね。彼の書いたこの芸術家列伝という本はざっくり言うとたくさんのルネッサンスの芸術家たちの伝記を集めたみたいな本なんです。バザーリが当時知ってた情報で書いているんで、ちょっと事実と違うんじゃないのみたいなのもたまにあるんですが、それでも彼がこの本を書いてくれたからこそ現代の私たちがルネッサンスの芸術家についていろいろ知れるみたいな位置づけで言われている本なんです。この芸術家列伝からボッティチェリの性格を表すエピソードを紹介してみたいと思います。まず幼少期、彼は自分の好きな事柄は何でも素早く習ったが、いつも落ち着きがなく読み書きソロマンなどには一向に打ち込むことができなかったと書かれています。いや歴史に名を刻んでいるボッティチェリでもこんな子供だったんだなっていうふうに勇気が湧きますね。しかもあの前世紀の優美な作品から考えるとかなり意外な感じがしましたね。彼の父親はとても教育熱心な人だったそうなんですが、この息子の振る舞いに愛想を尽かして絶望のあまり金細工師の弟子として送り込んだそうなんですね。落ち着きのなさに絶望って表現もすごいですよね。もしかしたらそこら辺の子供とは異次元のレベルで落ち着きがなかったのかもしれないですね。さらにローマ法王のプロジェクトでシスティーナ礼拝堂の壁画を制作した時のエピソードなんかもあります。彼は壁画制作でかなり多額のお金を手にしたそうなんですが、なんとローマの旅先ですぐに全部使い込んじゃったらしいんですね。何回も言うんですけど、あの優美な作品からはそんな破天荒な感じには全然見えないですよね。でこれに対してバザーリはその日暮らしというのが彼の性癖
と書いています。この性癖っていうワードチョイスもすごいですよね。ボッティチェリもこの和訳の単語にも驚くエピソードです。さらにこの壁画制作の後、本編では紹介していないんですが、彼はダンテという有名な詩人の作品に関心を持ちます。神曲という長編の作品なんですが、この作品を素描、つまりデッサンで描いていくことになります。この時彼はあまりにこの作業に熱中して他の仕事は一切しなかったので、生活に様々な面倒が生じたというふうに書かれています。幼少期のエピソードだったり、この神曲の話、それから本編で紹介したサボナローラの思想の大きな影響なんかを考えると、関心のあることには本当にとことんのめり込んでいく人だったんだなというふうに思います。一方で自分の弟子にいたずらして喜ぶエピソードもあったり、とても愉快でユニークな人で、自分の知り合いの美術好きの人々を非常に愛していたなんていうようなことも書いてあります。晩年は相当苦労していた様子なんですが、どこか憎めない感じの魅力的な人だったのかなと人柄を思い浮かべてしまいますね。さて、いかがでしたでしょうか。面白かった、参考になったという方は高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。この動画に出てこなかったけど、この絵が好きです、この話が好きですなどなど、コメントもいただけるとありがたいです。また本編の方もまだご覧になっていない方はぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。